紀元前1世紀の災域諸国。ビトはかつて北インドのカシミール地方もしくはガンダーラ地方にあったとされる国。紀元前2世紀以前からイシク湖周辺に住んでいた最族は郷土の政党を受けと逃れてきた月子の残党によって駆逐され、南のパミール高原、ヒンドゥクシュ山脈を越え、カシミール地方もしくはガンダーラ地方に落ち着いて貧国を建てた。 武帝の時代、漢は、貧国と通行し始めたが、貧王のウズロによって、たびたび、漢氏が殺された。ウズロが死に、その子が代わって、貧王となり、漢に剣士を送って奉検した。漢は、関戸いの文忠をその使者につけてやり、貧国まで派遣した。しかし、貧王が再び、文忠を殺そうとしたので、それに気づいた文忠は、洋屈王子の影松府と共に、 貧国を攻め、貧王を殺し、影松府を新たな貧王とした。その後、軍港の長徳が貧国に派遣されたが、影松府と不和となったため、影松府は長徳を拘束し、福祉以下七十数人を殺してしまう。貧国の権使者は上昇して謝ったが、高原帝がその死者を剣土に放ち、国交を断絶した。聖帝の時代。 貧国は再び剣士を送って謝罪してきた。そこで勘はまた死者を派遣しようとしたが、トキンが大将軍の王を取りに説得してやめさせた。トハリスタンにおいて、大月市の起草盛り校であるクジュラカドーフィセスが、他の四級校を滅ぼして、クシャーナ朝を創始した。まず、クジュラカドフィセスは、パルティアに侵入し、交付の地を取った。さらに、僕たち国、貧国を、 その支配下に置いた。以降、貧国は、クシャーナ朝に属す。隋の陽代の時代、陽代が、西域諸国を招集した時、三十数国が隋に訪れたが、貧国だけは至らなかった。唐の仏徳二年、貧国は唐へ剣士を送って宝隊、金腐り、水星さかずき、のような形状の母島を奉納した。上岸十一年、貧国は唐へ剣士を送り、 名和を献上した。体操はそのとかに喜び、彩りを賜う。上岸16年、貧国は剣士を送って、首都ネーネズミを献上した。県警3年、党は、稀人のおさむ戦場を改めて、おさむ戦と特府とした。流祖の初め、党は、貧王に、おさむ戦州等11州諸軍事件、おさむ戦と徳を授けた。改元7年、貧国は献士を送って、 党に入庁し、天文教一教、費用方並びに、茂役等のものを献上した。これに対し党は、貧王を作立して、クズラ通るし特勤とした。改元27年、貧王のカラスさん特勤は高齢を理由に、この出輪社へ位を譲ることを決め、党に上表して、その許可を得てから継ぐ位した。天保歳、党は、社のこの没法氏を立して、 貧国王及びカラス彫刻王とし、サ,イサム守る将軍を授けた。権限元,元年、貧国は剣士を送って長行した。中国支所には、まれびとの地は、平四三中におり、僧霊の南とあり、カシミール地方もしくは、ガンダーラ地方だと思われる。首都は、漢女で、純船上、寄所で、全県上、新東女で、おさむ船上となっている。県警三連には、 おさむせんと特府が置かれた。気候は温暖、または蒸し暑く、馬小屋し雑草、木木ダ段、園獣、地、崖、漆が生育し、農業では五穀やぶどうなどが植えられる。人々は冬に生野菜を食べる。また、長文コクル、おさむ救出、四季、四分縫いに巧みであり、金、銀、銅、鈴で器も作る。町には、地が立ち並び。 金銀を占途し、そのコインには、牙と人面が描かれる。風牛、水牛、象、大犬、木工、孔雀、玉木、産後、琥珀、壁瑠璃が生息し、人々は象に乗って移動する。宗教は仏教を信奉する。新当所には、隋代は焦げ国であったとある。白鳥倉吉市は、貧国港において、関心台の貧国は、カーブル川の下流域を指して、 カプンと発音し、東信南北朝時代の貧国はカシミールを指し、隋当時代の貧国はカシツミ及びガズニー地方を指すとした。ありがとうございます。